新豊橋駅は愛知県豊橋下田町西宿にある豊橋鉄道厚見線の駅である。駅番号は1。東海旅客鉄道、名古屋鉄道の豊橋駅東側及び豊橋鉄道、東田本線の駅前停留場に隣接しており乗り換えが可能である。開業時は短式ホーム一面一線を持つ地上駅で駅舎は平屋であった。2008年6月5日に 西へ50メートルほど移設され、島式ホーム一面に線化し、ダイヤを組みやすくするとともに、交互発車により、常時ホームに列車を停車させておき、発車を待つ乗客の着席性、居住性を向上させた。駅舎は3階建てのビルとなっており、1階に改札などの駅務務機能、2、3階はテナントスペースとなっており、2008年12月に全館をオープンした。 自動券売機や列車案内表示機などは名鉄で使われているものと同じものが使われている。マニカ用の簡易改札機とチャージ機は設置されているが、自動改札機は設置されていない。当駅は名鉄の駅ではないが、ミュースターステーションも設置されており、JR が管轄している名鉄と橋駅を保管している。駅自動放送が導入されている。 名鉄線のものとは異なり放送の前に接近メロディが流れる。当駅の友人窓口では、豊か鉄の切符のほか、ミュージケットなど名鉄の切符も購入できる。当駅の2番線で一編成が夜間大白を行っている。旧駅、旧線跡には2009年にココラベニューと JRF という橋駅前駐車場がオープンしている。クリップレ売出店。 緑線が、厚見線、代々線は、東海道本線出店、愛知県統計所、統計年間各年度版豊か鉄、ターミナルビルココラフロント ABCD 日本鉄道、旅行地図帳追加、定歩7号、東海鉄道フォーラム名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年、972ページ。川島慶三 東海道ライン前線、全駅、全配線第四巻と橋駅、名古屋エリア、ピアニッシモ六6から7、講談社、2009年6月、ISBN978 から40億6270万146。ありがとうございます。